わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部デザイン学科について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学芸術学部デザイン学科、河野善一郎准教授の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ？デザイン学科はですね、グラフィックデザインコースと、プロダクトデザインコースと、漫画表現コース、この3つの、コースが、あります。で、私が担当しているのがこのグラフィックデザインコースというものです。グラフィックデザインコースはですね、グラフィックデザイン領域とインタラクティブデザイン領域というのが2つあります。でそれを並行して、つなぐ役割として、写真表現領域と、映像表現領域、これを、クロスした、構成になっています。授業内容としては、グラフィックデザインコースのグラフィック領域は、広告デザインだったり、それから編集デザイン、タイポグラフィー、ブランディング、それと、インフォグラフィックスですね、情報を、デザインして、分かりやすくするっていう授業を、行っております。で映像には写真、プロジェクションマッピング、映像も実写の映像の撮影から編集まで、それから、もう実写ではないコンピューターグラフィックスを駆使した、動画ですね、アニメーション等を、担当しております。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ？熊本の、百貨店であります、鶴屋百貨店の、バレンタインの時期に、バレンタインのディスプレイデザインを、学生たちと一緒に、毎年ですね、させていただいてまして、今回で、9回目かな、はい、になります。で実際に鶴屋さんの、社長さんとか、プレゼンテーションをして、でその中から、採用された1点を、ゼミ生中心に制作します。はい、昨年4月に、熊本のグランメッセの方で行われた、東京ガールズコレクション、そこで、フライングロゴの、制作、映像制作を、担当しました。16名の学生が参加した中で、その中の4名の学生が今回選ばれて、実際の東京ガールズコレクションの、舞台の中で、背景で流していただくことができました。河野准教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？私がもうずっと、研究している内容としては、なるべくこう本物に近い状態でお客さんというか見ている人に伝えたいという思いがありますので、今その写真の、マテリアル、テクスチャー表現を、一生懸命今研究しています。 3D プリンターとかを駆使して、写真のベースを立体的に今作って、で、そこに写真の、画質をこうプリントすることによって、将来的に例えば視力を、がなくなった方だったりとか、目では見ることができない写真を、手の感覚のようなものでこう写真を思い出すような、写真作品を今ちょっと研究しています。うちの大学に入ってきた、学生はデザインを好きで、入ってきてます。実社会で、そのデザインがどう活かせるかっていうところまでは全然わからない状態で入ってくるんですよ。でそれをこの学校に入ってきた時に、こういう職業があるんだとか、こういうところで自分が活かせるんだっていうことを発見してくれるんですよ。でそこで自分で発見したものを、自分が何が向いてるのかっていうのを社会で身をもって体験することで、もっともっとこの日本だけじゃなくて世界に、で活躍できる、ところで、頑張ってほしいと思います。崇城大学芸術学部デザイン学科の活躍がますます楽しみじゃ。